それではこれより参考人に対する質疑に入ります。質疑の申し入れがありますので順次これを許します。小林孝之君。委員長。小林孝之君。自由民主党の小林孝之でございます。本日はこのように質問の機会を与えてくださりありがとうございました。また参考人の皆様方におかれましては貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。時間も限られておりますので早速質疑に移らせていただきます。まずインサイダーの事案についてでございます。金融市場が円滑に機能していく前提としては明確なルールが存在すること、そしてそれを遵守するコンプライアンスの徹底、そしてルールに違反した場合の制裁あるいは是正といったエンフォースメント、こうしたの条件が挙げられると思います。八百長や不正がまかり通るスポーツの試合に全く魅力がないのと同じように、海外の投資家からインサイダー天国と揶揄されるような金融市場であってはそこに魅力は生まれませんし、まともな金融プレーヤーというのは集まってこないと私は思っております。そのため私自身実は財務省時代にですね政府保有株式の売却を担当していたことがございまして、その際には株式売却の時期そして規模、こうした機微にわたる情報については可能な限り触れる職員の数を限定して情報管理には徹底し、そして職員のモラル規律の向上に厳格に努めておりました。残念ながら今回の一連の公募増資インサイダーにあたりましては国内の三大証券がすべて関与をするということで、今回一連の事案によって失われました我が国の国際的な市場のその信任、これを今回の金商法の改正によってしっかりとこれを機に挽回していかなければならないというふうに思っております。今回のその事案の背景にあったのは何かと考えました。私が思うのはやはり証券会社による行き過ぎた利益至上主義があったと思っております。リーマンショック以降株価が低迷をする中で、またネット販売がの普及に押されて従来型の営業スタイルに限界が生じつつある中で、何が何でも利益を出すんだという考え方に陥ってしまった面は否めないと思います。そうした中でいわゆるチャイニーズウォールが機能しなかったと。そして質問になりますけれども、今回の法改正によりまして情報伝達行為あるいは取引干渉行為が規制対象とされたことなどはこれは評価できることと思いますが、一方で法改正だけではなくて業界関係者による規律向上のための徹底した自主的な取り組みがなければインサイダー取引を防止することはやはり難しいと考えております。業界としてのこれまでの対応、そして今後の課題、そして会長の決意についてお伺いしたいと思います。前へ参考人。ただいまこのような事件を起こしました、インサイダー事件を起こしましたことについて、冒頭申し上げましたように、申し訳ありませんでした。今先生がご指摘の収益至上主義、それから営業スタイルが非常におかしいと、それから信任がなくなっていると、協会は何をしてたんだと、ルールがあったのに、守れなかったのかと、このような話だったと思うんですけども、証券会社ここもですね、インサイダー取引、これは絶対に起こしちゃいけないということで今までやってきましたが、今回公募増資にこういう問題が起こったのはですね、一つは法人情報関係情報の管理、チャイニーズウォールというところがですね、管理する側、引き受けで管理を情報を管理する側と営業のその情報を知らないところが営業活動をやっているところとの障壁、チャイニーズウォールですね、ここが曖昧であったというか完璧に隔離されていなかったというのがですね、一つの問題点であると。
これはこの問題が起こったときに金融庁も12社に、点検を行いましたし、私ども証券業協会も53社に行いました。引き受け証券会社を免許を持っているところといいますか、引き受けを行える証券会社に自主点検をお願いしましたところの返答にそのように、回答をいただきました。ということでですね、この再発防止に向けまして、インサイダー情報の管理の徹底に向けた対応ということをですね、きちんとやるようにですね、再度社員の研修とかコンプライアンスの担当者の研修というのを行いましたし、また、協会においてですね、各証券会社に声をかけてワーキンググループを作って、どのような社内研修を行えばいいかというのを議論しまして、現在各証券会社で、行っている研修を行っている次第でございます。また今回 のインサイダー事件において、じゃあチャイニーズウォール のところのですね、その法令が改正されたかというと、新たに付け加えられたそのものはあるんですけども、チャイニーズウォールそのものにおける法改正は行われておりません。ただそれを守る側の証券会社に問題が確認されたということで、そこのところをですね、きちんとこれから各証券会社が適切に対応していくということを行うということで、先ほど申し上げましたようにモニタリングを強化しましてですね、日常的にこの法人、関係情報の障壁チャイニーズウォールが守れているかどうかというものを確認していくということをやっていくということでございます。信用の失墜を起こしてしまって非常に迷惑をおかけしたわけですが、二度とこのようなことが起こるとですね、もう証券業協会立ち直れないと思っておりますので、二度と起こさないように、証券会社各証券会社とともにですね、頑張ってやっていきたいとこのように思ってますので、ご理解いただきたいと思います。委員長、小林孝之君。前会長、力強いご答弁ありがとうございました。次に 5% ルールについて質問させていただきます。 5% ルールは銀行の財務の健全性確保、あとは銀行による産業支配あるいは利益相反といった、こうした観点から規定された経緯がございますので、私は原則としては例外を設けていくことにはできるだけ慎重であるべきだと思っています。しかし一方でアベノミクスによって景況感が上向いて、で株価も1万5000円を突破する中で、経済成長の果実は実はまだ幅広くは享受されていない状況でございます。お金という血液が大動脈ではなくて、しっかりと手足のつま先指先まで毛細血管を通じて行き渡っていくことが必要だと思っております。その意味で今回の改正を通じて銀行が資本性の資金を供給する、そうした選択肢を増やすことによって、企業再生あるいは地域経済の再生化に資する効果がもしも見込めるのであれば一定の意義があると同時に考えております。その中で一つだけ懸念があるとすれば、今回新たにルールの緩和の対象となっているのが、経営がどちらかといえば傾いた企業であって、で今回の法改正でどれほどの需要や効果が見込まれるのか、銀行サイドからのご見解を伺いたいと思います。国部参考人。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、銀行は 5% ルールということで事業会社の株式を 5% を超えて持てないという状況になっているわけでございますが、これは銀行経営にとりまして、政策保有株を多く保有することの経営へのリスクを軽減するという観点、そして他業禁止の観点から取り入れられているというふうに理解をしております。で、今回の改正では、こうした 5% ルールの基本的な考え方は維持をしつつ、地域経済の再活性化であるとか、あるいは事業再生、こういったことに資する効果が見込める一定の分野について、規制が緩和されたというふうに理解をしております。規制が緩和されるものであるというふうに理解をしています。したがいまして、どういう案件にこれを適用していくかというのは、各金融機関の個別の判断と
ということになっていくわけではありますけれども、さまざまな事例におきまして、こういう資本性資金の供給をより柔軟に行いうるような形で選択肢が増えるということは、金融機関にとって、地域経済の活性化、あるいは事業再生ということをより進めやすくなるという効果があると思いますので、効果があるものというふうに思っております。以上でございます。委員長、小林孝之君。前向きなご意見ありがとうございました。いずれにしても日銀による金融緩和が経済成長につながっていくためには、金融機関がより積極的にリスクマネーを供給していく必要があると思っております。融資についてもしかりで、予対率をさらに引き上げていく努力、こうしたこともお願いしたいと思います。その意味で、十分なリスクマネーの供給と財務の健全性という、ベクトルが違う2つの要請をですね、できるだけ高い次元でマッチさせていただけるように、今後も実施的なリスク管理のあり方等につきまして、さらなる努力をしていただきたいと心から期待をしております。で、次に、最後に AIJ の事案について伺わせていただきます。今回の法改正については、一連の事案に対する対応として評価をさせていただいております。一方で、この AIJ 事案によって今、投資顧問業界の信認が低下をするとともに、主要顧客である年金基金の多くが今後解散していくと見込まれます。いわば国内のパイが減少していく中で、この業界には今逆風が吹いているものと認識をしております。そうした中で、投資顧問業界が今後発展を続けていくためには、今回の事案を重く受け止めていただくとともに、逆に2つの意味において 海外展開を積極的に展開していただく必要があるのかなというふうに思っています。一つの海外展開の意味はですね、投資対象としての海外資産、これについて その運用能力をできる限り向上させていくために、例えば海外の運用機関との連携をさらに図っていただいたり、あるいはその経営ノウハウをより積極的に学んでいくような取り組みをしていく必要があるのではないかということが1点です。で、もう1点の別の意味での海外展開というのは、逆に日本の運用会社が海外の資金を逆にこう日本の中に取り込んでくる、その能力を向上していくべきではないかと思います。安倍政権下で景気が上向く中で、今日本への注目がかなり高まっています。チャンスだと思っています。こうしたチャンスを生かして、例えば海外の年金基金やソブリンウェルスファンド、こうしたところから日本のベンチャービジネスのシードマネーみたいなものをですね、積極的に取り組むように、積極的に取り組んで、取り込むように、努力をしていただくべきではないかというふうに思っておりますけれども、井山会長のご自身の経験も踏まえながら、簡単に、お伺いできればと思います。井山参考人。お答えいたします。先生ご指摘のとおりだと私も存じております。まず第1点の、その日系の運用機関にとって、その海外資産に対する運用力を向上しなきゃいけないということについては、今の環境で考えてもですね、当然我々として留意しなきゃいけない問題であると、必須の課題であると思っております。で、業界を見渡してみますと、すでに日系の運用機関の一部には海外に拠点を置き、あるいは海外の運用機関との提携を積極的に図ってですね、運用ノウハウ、経営手法などの習得に鋭意取り組んでいると、こういう事例がこのところかなり増えております。これをさらに促進してですね、そういう能力が高まるように、業界としてもその鋭意努力してまいりたいと、こう思っている次第でございます。それから第2点目のご指摘のですね、日系の運用会社がその海外のお金をですね、しっかりと運用すると、そういう取り込みの努力が必要ではないかとご指摘でございます。これも全く私同感でございまして、業界として力を入れていかなきゃいけないということだと思いますが、これにはまず母国マーケットである日本市場での運用能力というものが非常に競争力があって、一層向上すると
いうことがまず重要であると考えておりまして、これが海外マネーの取り込みにつながるということであろうかと思います。ご指摘のとおり、今非常に日本市場が注目されております。日本の市場の魅力が向上することによって、海外のお金が日本に向かうと、この流れを日本の運用会社が受け止めるということがいかにできるかということが大事だと思います。で、運用力の一層の向上によって、海外の名だたる年金基金などからの受託をする運用会社も実は増加しつつございます。すでに会員各社においては、ニューヨークやロンドン、シンガポールなどに海外拠点を設立し、活用することで、海外顧客の開拓に鋭意努めているという情報もございます。時間はかなりかかると思いますけれども、徐々に成果が出てきつつあるという状況ですので、これをさらに促進すべく業界としても努力してまいりたいと考えております。以上でございます。以上。はい、小林鷹之君、ありがとうございました。私たち自民党は、総選挙の公約の中でアジアナンバーワンの金融資本市場を構築すると謳いました。参考人の皆様と我々は立場は異なりますけれども、共通の目標の実現に向けて今後共同させていただけることを期待して質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。ここでお願いがあります。質疑者の方はどの参考人に答弁を求めるのか、その都度明示をお願いいたします。